皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは、国内ニュースです。管制官の増員要求、国土交通省労働組合が声明。 ととのことです管制官が少ない、足りない、だからもうミスが出やすい、はい、もうなんとかしてあげましょう、はい、育てましょう、人を入れてね、はい、そういうことです。これからね、引退される方もいらっしゃるわけですから、そういう方がいるうちにノウハウを学んでおかなければ、本当にもう、 遅すぎたっていうことになりますからね、はい。ああいう専門職は。はい。頑張ってください。はい、次。えー、関東7日朝一段と路面つるつるに。はい。私もちょっと外出するんでね、今日はね、気をつけたいと思います。はい。まあ、ほとんどが地下,地下鉄なんですけどね。はい。ほとんどが。はい、次。えー、IsLoveYou で話題。 韓国語に熱知らなかったですね IsLoveYou っていうあの XJAPAN のヒデさんの曲があるんですけどね、はい、今頃かって感じがしますねやっぱそういう僕としてはね、はい、次えー、国際ニュースですウクライナ軍ドローン専門部隊を創設へえー、防衛長官が変わったばかりなんですが 早速何か変化が訪れていますね。頑張ってください。はい。次。ヘリが墜落により、チリの前大統領が死亡とのことです。何かあったんでしょうか、まあ。ヘリは結構落ちやすいですけどね。何かあったんでしょうかね。はい。次。脱北者、北朝鮮から脱出する人の7割が、 配給経験がないとのことです。これでは食べていけない。だから死ぬ気で行くということですね。死ぬ気で脱北しちゃうと。上、上に、上に、上を重ねて、上地にするまでに、体力があるうちに脱北しようと。なんという現象でしょうか。はい。 軍事にばかりお金を使って国民軽視。はい。本当に国民がかわいそうです。はい。ね。本当。自分はなんかこんなことしてね。はい。本当、おかしいなと思います。はい。次、えー、経済ニュースです、えー。首都高の通行止め、解、え、除、ー、めど立たずと。 いうこ,とでこれは運送に影響があるんでしょうね。にもね、にも影響があるんでしょうね。目ど立たすっていうのがね、はーいまあ、下,下く,ぐくぐるしかないんですかね。一応そういう手段もありますね。はい、次。不満の声も予防通行止めの課題。そう、北海道とかであのなんか塩みたいなの巻いてますよね。塩じゃないんですけど。 なんかなんとかマグネシウムですかあれ巻いてねあの通行止めを防いでるじゃないですかああいうことやればいいのにっていうねえ10年前にもこういうこと起きましたよねはいはい次青森になぜ中国人観光客が殺到それはねプた祭りですよねプたねプた はい、これ地域によって呼び方違うんですけどね、はいえー、青森内でですよ、青森内での地もう、青森はもう東と西こう、ガチガチですからね、はい、まあ、そ,それでしょうね、はい、次、IT です、有給取得率、グラフに指摘、とが修正、まあ、どうでもいい話ですね、はい、グラフが間違ってたってだけでしょはい そんなのがなんで重要ニュースになるんでしょうかはい次ソニーアイボの里親を募集開始だそうです面白いですねはいこういうの好きですよ僕アイボをこういわゆるバーチャル動物として捉えるはいあのアイボの葬儀とかやったりする人いるらしいですからねはいもうここ心がこう動いてしまってはい ね、すごいですよねはい次科学なぜ起きた東京で異例の雪と雷雷も鳴ってましたよねはいなぜでしょうかはいどうでしょうかはいはいはい、はい、ん 事実しか書かれてないです。解説がありませんでした。はい。次行きましょう。<laughs> はい、えー。流氷にシャチが囲まれている。子連れが原因になっているのかと、まあ。自然現象ですからね、これはね。人間による破壊とかじゃないですから。まあ、私よく「ワイルドライフ」っていう番組、NHK の番組見てるんですけど。 本当にもう弱肉強食とかいろんなことがあって亡くなる動物は多いです。たまたまテレビが発見しただけでね、あまりどうこういう問題ではないと思います。はいね、ほっと、そっとしてあげて亡くな,ら亡くなるんだったらもう亡くなるってことですよ。残酷ですけど、それが現実です、はい。次、カフェインの取りすぎ、受験期には注意ということで、えー、お見せしましょう。 私、カフェインの取りすぎに注意するアプリを持っております。こんな感じです。はい。ちゃんと、このラインも自分で決めれるんですよ。はい。あのー、はい。英語ができる方は、はい。英語版しかないんで、英語ができる方はね、こういうメーターを使って取りすぎに注意しましょう。はい。1日 400mg までです。はい。成人の場合。はい。気をつけましょう。 次、エンタメです。上田達也ソロコンサート、中丸登場に完成、さっぱり分かりません、はい、なんかいいことなんでしょうね、はい次、アンが長,長編映画で主演、移住前に撮影したそうです、はい、いいですね、はい、えアンさんって僕が見てるテレビ番組でもナレーションしてるんですけど、じゃあ、ナレーション変わっちゃうんですか、TBS の世界遺産。はい あれ悲しいなあけどああいうのってリモートでもできますよね、はい、やってください頼みます、はい、次 M1 話題のさやか東京進出を発表いいじゃないですか頑張ってください、はい、やっちまってください、はい、次スポーツです井端監督山川の侍ジャパン復帰を示唆とのことです監督変わるとねやっぱりね あの選手の人生も変わりますからね、はい、別に驚くべことじゃないと思いますよ、はい、韓国、まさかのベスト4の試合での惨敗、ヨルダンが決勝とのことです、ヨルダンが決勝、これ結構な快挙じゃないですか、はい、次、まるでドラマ、ミうミマの奇跡。 なんか話題になってまますすねね卓球ですよ、ねはいま、るでよるドラマってすすごいですね、はい、ドキュメンタリー番組作っとけばよかったんじゃないですかあ作ってるかもしれないですけどね、はい、あのなんだっけ世界遺産じゃなくて違う方あ,のあるじゃないですか情熱大陸情熱大陸とかでねやればいいんじゃないですかはいということで今回の、えー、配信じゃなくてニュースは以上でございます 皆さんはどんな、えー、ニュースに、えー、注目されましたでしょうか、うん、そうですね、今回はこう、これっていうのはないんですがただ、まあ、まあ、一応言うとすれば、まあ、私も画面出したんで言っときますけどこれにしとこうかなと思いましたけどカフェインの取り過ぎは本当に注意してください、血管が縮むんで、はい、そうなんですよ、血管が縮むんですよ。 すごい緊張状態になるんですよ。だから、取りすぎ、特に一気に飲むのはやめましょう。カフェインは少しずつ取りましょう。はい。そうですね。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。